ミューントセタームハーゼック城は、旧ローマ街道、河川州運、イン川の都商店、塩を含む光線と聖延書を防衛、管理するために、1306年に、オーストリア共和国チロル州、ハルインチロルに建てられた。1477年には、造幣局が置かれ、ヨーロッパで主流となり、アメリカのドルなどに名前を残すことになる、ターラー銀河、それ以前の初の、 完全連合医療型銀貨グルデンブロシシェン銀貨を鋳造した場所である。現在は貨幣の博物館となっており、昔の貨幣生産法を再現展示している。現在はオーストリア製塩所が所有し、自治体に対応している。もともと私癖の一部であった。 13世紀になると、塩化物線を煮詰めて塩を生産する、製塩所で発生する火災を早期に発見する必要性から、塩の塔と呼ばれる日の宮蔵が置かれた。この場所が、塩を煮詰める塩釜が置かれた施設であるプファンハウスのエッグだったことから、ブルクハセグと呼ばれるようになった。城自体は1306年に初めて言及されている。1477年になると、 オーストリア大公ジークムントにより造幣局が置かれた。1480年、1490年に要塞として増強された。1567年、オーストリア大公フェルディナント2世によって、ブルクスパーベレイグから造幣所としての機能を移設され、うちの機器による機械的な製造が行われるようになり、白白が造幣局長を務めた。伝承によると、 1494年に新生ローマ皇帝マクシミリアン一世とビアンカマリアス・フォルツァがハーゼック城で結婚式を挙げた。また、マクシミリアン一世の命でジョージャス・カペラが併設された。1806年に造幣局はナポレオンとの戦争、銀資源の増加による価値の下落によって閉鎖した。その後は倉庫や製煙作業者のアパートとして使われた。 1975年にコインの博物館として開業し、1976年インスブルックオリンピック記念硬貨を製造した。2003年ムーンツェホールと博物館の名称を変更し、企業の記念硬貨などの製造も行った。ありがとうございます。